時刻は午後6時を回りました。学生応援プログラム午後6時の学校八重高校スクールオブ PM6 村健三番健二ベッチです。今日も高校生ではないですが元気自己紹介どうぞ。あ、こんにちは、よろしくお願いします。劇団フィータルのジェシカです。よろしくお願いします。そしてさくちゃんです。お願いします。お願いします。さあ、ということでね、今日は劇団フィータルのジェシカ、そしてさくちゃん、この2人と一緒にお送りしていきます。八重高校スクールオブ PM6。 この番組は平松食品の提供でお送りします。まあ、ということでね、今日はね、高校生がテスト期間中ということで、テスト期間中恒例の特別企画 OB、OG が出演しちゃうよっていう、そんな日となっております。はい、ありがたい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ということでね、今日はこの劇団フィータルという豊橋の若手演劇集団、はい、のね、活動に迫りながらいろいろと話していきたいなと思いますけど、はい、久しぶりだね、ジェシカ。あ、久しぶりです。お元気でした？お元気だよ。逆に元気だったジェシカ。あ、もう元気満々です。本当に一回こう元気じゃなくなって元気になったみたいな詳しく聞くと、あらあらあら、いろいろバレているかもしれない今は元気です。さくちゃんもね、元気そうでね。いや、お久しぶりです、うん、お久しぶりです。覚えてるよいやー、2年ぶりです、ね。うん、このね、番組にも過去高校生の時に出てくれててってことだよね。そうなんです。高校生と作る演劇、そうなんです。その時 に出て宣伝で1回だけ出たのって、いやでも2回出てますね。さくちゃんっていう名前はすごい記憶にあるんだけど、その時もさくちゃんって言われてた？呼ばれてました。じゃあめちゃくちゃ記憶ある、やっぱり。本当ですか？20のさくちゃんってめちゃなんか知ってそうな年代でもあるなってめっちゃ思ったんだよねああ、そうですか。いや、うん、お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。元気してた？めちゃめちゃ元気です。ありがとうございます。めちゃめちゃ元気に生活しております。いや、帰ってきてくれてありがとうね、みんな。ただいまでーす。まあ、ということでね、今日はジェシカとかね、こう劇団フィーターで呼んだっていうのも11月の9日ですね、今月の頭。はい、なんか新聞に載ってるじゃねえかって。ありがとうございます。すいません。ジェシカが顔つきの写真で、はい、中日新聞さんの東三河版に11月9日の、うん、でっかく載ってたからね。はい、すいません。これをね、読みました。健二郎一、若い主人公に自信を重ねてっていうね、そんな大見出しがついててね、うん、はい、恥ずかしい。故郷豊橋で来月初の有料公演。今ジェシカ豊橋いないの？あ、ですね、私ちょっと武者修行に東京に10ヶ月ほど行っておりまして。あ、そうなんだ。はい、帰りたてほやほやでございます。帰りたてほやほやなんだ。はい、あ、そうなんだね、はい、今豊橋におりますので。うん、さくちゃんは？私はずっと豊橋で今バイトしながら稽古に励んでおります。ああ、いいねいいねいいね、はい。まあ、その新聞があって読んで、俺の知ってるジェシカや読んでたらさ、あの看護師から転身劇作家のジェシカ、あ、書いてあって、あれっつって、あ、仕事辞めたいなと思ってこれはそれと連絡せなあかんっつって。あ、うん、なるほどなるほど。そうそうそう、面白いことやってるしってね。あ、うん、新聞でまさかバレちゃうって。そう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 すいません。今日実際のところチラシを見ててさ、一回フラッと行った時に、はい、ありがとう、あ、これジェシカまた呼ばんと、12月ぐらい呼ばんとあかんなって思ってた頃に新聞でも出てきてさありがとうございます。新聞ってすごいね。いや、すごい力がありますね。すごい力あるよ。結構連絡が来てるみたいで、うん、そうですね、新聞きっかけにたくさんの方見ていただいたみたいで、うん、連絡が来て嬉しい限りです ね。はい、まあ、本当今日ディスナー置いてけぼりにいきなりね、とすごいめちゃくちゃ話しちゃってますけどもまあこの内容について後で紐解いていこうかなと思います、はい、ということでね、今日メッセージテーマはですね、あなたの流行語となっております。もうこういう時期だね。ですね、締めにかかってますね。そう、2023年もあと1ヶ月ですからね。もう、うそ、もう今週の金曜日には12月の1日ですから。うわ、
終わっちゃうから、もうこういうあなたの流行語、あなたのナンバーワンとか、そういう感じのね、なるほど、テーマになっていくんじゃないかなっていう、なるほどなるほど、思いますので、リスナーの方もぜひともジェシカもサクちゃんもあなたの流行語をぜひとも教えてください。はい、よろしくお願いします。メッセージは FM プラプラのアプリからぜひとも、おい、生放送中です。ありがとうございます。あ、すごい急に後ろ振りうまく、友達じゃなくてなごめんなさい、友達友達かな、うん、ありがとうございます。生放送中、じゃあね、気をつけて、大人気番組本当です ね、うん、ね、まあ、あの FM プラプラアプリ送っていただいてもいいですし、X でハッシュタグ PM6 でつぶやいても大丈夫です。たくさんのメッセージ参加よろしくお願いします。お願いします。あなたの流行語送ってください。いい曲聴いていきます。こちらの曲、さらばガン、僕たちダイナソー。現代1000億万年前ならば、はプテラノドンから学ぶ理論、確かな通ったら放つ魅力、後世へと伝わる存在、耳を澄ませば聞こえるファンタジー、光る謎は飛び出すワンダーラ、メディアフル山クマの時代だ、無駄にオリワン、僕らはシンガーバー、ヒポブザール最高の美顔だ、てめえが選んでそこ立つ、いろんな切り景色で落ちそう、でもまだ方向気高く勝つ親孝行、肉装飾ショック皆さん君の3、2、1ドシェン、ツシェン、ドシェン、ツシェン、ドシェン、ジュラキューダイス、ツシェン、ドシェン、ツシェン、ドシェン、ツシェン、ドシェン、燃える白亜紀、趣味高校スクロー PM6、 高校生テスト期間中、テスト頑張ってねということでね、頑張ってね、今日はスペシャル企画 OB/OG 出演会ということで、劇団フィータルのジェシカ、そしてサクちゃんとお送りしていきました趣味高校スクロー PM6。 今日の1曲目はね、サナバガン、僕たちダイナソー、こんなナンバーお送りしておりますが、ちなみにね、ケンジルッチの今年の流行語は〇〇が一番好きみたいなね、俺が一番好きっていう、ことあるごとに一番好きって言ってた。じゃあ一番好きがいっぱい出てきたってこと。そう、いっぱいある、まあ、昔からなんだけど、はい、昔から使ってたんだけど、友達に指摘されて、あ、ですよね、うん、あ、前も一番って言ってたじゃんみたいな。そう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 、前結局一番って何なのって、一番が軽くてムカつくって言われてさ、あ、待ってくれよっつって一番は別に何個あってもいいじゃないかって、ね、確かに好きってことですもんね、俺だけ好きだよ、うん、うん、じゃあ今日も私たちがケンジブリッジさんの一番になれるように頑張ります。もう一番大好きだぞ、出演者の中でもうすでに軽いですね、うん、けど今年本当よく言ったのはね、ティラミスが一番好きとか、チーズケーキが一番好きとかね。ケーキなんですね、うん、同じケーキの中でも一番がたくさんあるっていう、確かに、そこが一番気に食わなかったっぽいねそうか、気持ちもわかりますね、友達の、うん、けどまあオリンピックってあるじゃん。はい、ありますね、はい、金メダルたくさんあるじゃん。あ、柔道でも体重別であるじゃん。なるほど、たくさんの金メダルが、はい、こういうことだよね。なるほど、うん、なるほど、平和の祭典です、僕はちょっと飛んじゃいますね一番好き、みんなも使っていこうね、はい、頑張ります、うん、ラジオが一番好きです、はい、あ、私もです、はい、私もです、ということで、あなたの流行語こんな感じで送ってきてください。さらばガン、僕たちダイナソーでした。ゲスト行こうとスクールオブ PM6、 1時間目、はい、1時間目です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。新高校スクールオブ PM6、 今日のお相手はケンジブリッジと劇団フィータルジェシカとサクちゃんです。です、よろしくお願いします。お願いします。今日のメッセージテーマ、あなたの流行語となっております。ぜひともあなたの流行語を送ってきてください。メッセージは FM プラプラのアプリから、 Twitter 改め X ではハッシュタグ PM6、 または篠見高校公式インスタグラムの方で DM コメント大丈夫です。いろんな方法で参加よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。
さあ、ということでね、今日は高校生がテストということでね、テスト今勉強してる人も多いのかなと思いますけど、この時間は息抜きにぜひともラジオ聴いていただけたら嬉しいかなと思いますが、うん、今日は劇団フィータル豊橋の大注目若手劇団集団。わー、お邪魔します今日聞いていきたいなと思うけど、じゃあまずこうラジオ聞いて初めて聞いたよって人もいるかもしれないので、はい、改めて劇団フィータル紹介お願いします。はい、劇団フィータルとはですね、2020年3月、うん、日本にコロナがやってきて間もなくした頃にひっそりと立ち上げた劇団でして、うん、豊橋を中心に20代前半を中心にした若手が集まった劇団でございます。ほの国豊橋芸術劇場が開催している高校生と作る演劇という、企画から派生した劇団になっております。今大注目の劇団ですので。大注目ですよ、はい、大注目。20代前半を中心とした。はい、ジェシカは何歳になった？ちなみに。ちなみに24です。年女です。よろしくお願いします。年女。はい、まだ前半だね。そうです。来年の25になったら中盤になっちゃうよね。おっと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 。20代を中心にという響きに変わってくるのかなって。おっと。あまあ、そんなね、あのジェシカが2020年3月に立ち上げた劇団で、はい、サクちゃんっていうのはこういつから参加してるの？これは私は、うん、劇団員ではないんですが、今回の舞台このベースっていう劇に出演するためにちょっと呼ばれた感じになりますね。あ、呼ばれたんだ、はい。ジェシカとサクちゃんってどういう関係性なの？昔から知ってたってこと？いや、私は直接関わったことはなくて、そうなんだ、はい、高校生と作る演劇という企画でも被ってはいないんですよ、うん、年数が、うん、なんですけども、ちょっと OB としてその企画を見に行った時に、ひときわ際立ってる高校生いるなと。なるほど、サクちゃんね、はい、うん、あれあれあれと、そこからスカウトさせていただいたという形ですね。スカウト、はい、さすが代表。照れちゃいますね。え、何、さくちゃん、その高校生作る演劇終わった直後ぐらいに、はい、その代表のジェシカから声かけられてってこと？あ、そうです。そのあたりに、うん、その劇団フィータルの映像作品、今 YouTube に上がってると思うんですけど、うん、あのスナックのやつ。あ、そうです、それです、うん、それギターを弾いている方です、そうなんです。そこにも出てたの、さくちゃん。実は本当か。全然意識して見てなかったんだけど出てたんだ。めちゃめちゃちょこっとですけど、うん、後ろにちょこっとギター弾いて座ってる感じで出演しましたね。あ、じゃあもう本当にそこから結構密な関係ではあるんだね。あ、そうですね。でもちょっと間が空いたりとかあったんですけど、うん、やっぱりさくちゃんへの思いが溢れて、この度またオファーに至ったという形です。なるほどね。まあ、基本的にこう東三河の、20代前半の子たちが集まってやってるこの劇団フィータルなんですけど、うん、今回呼んだのもね、年内に劇が決まってるってことだよね。はい、そうなんです、うん、12月の22、23、もうね、クリスマス間近という時の金土ですけれども、そちらでほの国芸術ほの国豊橋芸術劇場プラットでのアートスペースで公演が決まっております。決まっております。はい、もう本当大有名人たちが劇に来るこのプラットで、本当です、劇団フィータルがこのとてもいい日を22と23の金土、はい、どうしよう、こんないい日を抑えての抑えちゃった公演、自主公演ってことだよね。はい、これを皆さんしっかりと聞いていけたらなと思います。もうとりあえずね、11月22、23予定開けてください。開けてください、うん、はい、この後ね、どんな劇やるの聞いていきますけど、とりあえず日付開けておいてください。はい、はい、お願いします。お願いします。とりあえず一曲聞いていきましょう。おっ、東京レニーデイ。僕らは少し開けて見上げていた、遠くに見える景色、そうく幸せのレシピ For you、僕は何ができるのかな。灰色の空とカラフルな傘、曖昧なあれと求め合う肌、愛はどこに行っちまったんだろう。この雨が上がったらちゃんと始めよう。 Yes でもなく No でもない、僕らの事情を。この雨が上がったら歩き始めよう。それまではここに。余計なことを口走らないように、気づけば無口なふりする癖がついていた。武士ばかりの talking Slowly let's take it easy Floating 漂う惑星みたいだ。同じような距離で
ことのないさダメなの太陽はどこに行っちまったんだろうこの雨が。さあお送りしておりますオッホ東京レイニーデイお送りしております。まあ、今日はねちょっと雨雲っぽいのが空一瞬見えたけど、まあ、雨は降らず良かったのかなと思いますが、場所によっては雨降るところもあるかもしれませんのでね、まあ、雨降っても、まあ、ザーザーではないので、濡れる俺かっこいい、濡れる私かっこいいみたいなテンションでね、水を滴るなんとやらそうそう、はい、傘ささずに歩くのもいいのかなと思うけどね今日のメッセージはあなたの流行語ですが、ジェシカは今年一番使った言葉ある？一番使った言葉ですか、うん、うわ集大成みたいな言葉。集大成すごく。もうやめちゃうの？いやいや、そんなことではない。いや、まさに今回の劇団のこと、今回の公演のことを考えた1年だったので。なるほどね、はい、これが集大成というか、うん、もう本当に今年の集大成をどういう形でやるかってことを1年ずっと考えてました。あ、はい、じゃあもう今回この12月22、23に決まってる、はい、あの劇は、はい、もう今年の初めぐらいからも考えてたんだ。はい、去年の10月からやることは決めていて。そうなんや、はい、場所を抑えました、ここの場所を。すごいロング企画だ。そうなんですよ、これは、はい、集大成だね、それは本当に集大成で、うん、かなり角度を持ってちょっとやってる企画なので、熱がちょっと熱量が違います。熱量が違いますよね、はい、皆さん、はい、予定開けといてください。開けといてください。ジェシカの集大成お願いします。オッホ東京レニーでお送りしました。2時間目さあ2時間目です、お願いします。お願いします。ヤシノリ高校スクロピー M6、 今日は劇団フィータルのジェシカ、そしてサクちゃんに来てもらって、劇団フィータル手足の若手注目劇団集団ということでね、はい、来てもらっておりますけど、はい、12月22、23の金土にほの国手足芸術劇場プラットにて、全4公演劇するよと今こう引き続き言ってくれましたけど、はい、今回の劇のタイトルを教えてください。ベースベース、はい、カタカナです。カタカナでベー ス, ベース、いろんなベースあるけど、はい、あのどういうベースなんですか？まあ、あ、なるほど、野球のベースだったりとか、野球のベースがあったりとか、まあ、拠点とかあったりとか、ベースもあったりとか、ね、本当になんか下地とかの意味のベース。あ、そっちのベースね、はい、そっちの意味で作りました。はい、これはもうほんとさっき軽く言ってくれた10月ぐらいからね、もうこの企画は考えてたらしいんですが、はい、去年の10月、ね、はい、なぜこの劇をやろうとしたん？この劇をまず私が脚本書いているんですけれども、うん、脚本書き始めたのが転機がありまして、私看護師で総合病院に勤めていたんですけれど、うん、そちらをちょっと退職したタイミングから書き出しまして、おで、ちょっと自分の人生の中でなんかこうぽっかり空いた時間というか、急にできた休暇を、自分の人生を見つめ直す時間に当てた時に、脚本とともにちょっと見つめ直してみたところ、まあ、再出発という意味 の, ちょっと作品が出来上がったなという形で。なるほどね、はい、これ完璧オリジナルってこと？脚本書いたってことは完璧オリジナルですね。わー、すげー、さすが劇作家すごいぜ。いやいやいや、ジェシカ演じはしないってことなの？そうですね、私は舞台には立たないんですけれども、うん、もしかしたらちょこっと立つかも。もともとけどジェシカってさ、はい、ちょっと演じてはおったよね。そうですね、高校生の時は舞台に立ったりしてました、ね、キャストで。けど今はどっちかちょっと裏の脚本とかそっち側でいたいんだ、はい、そうですね、やる方も書く方も好きなんですけど、うん、同時にはできなくて、私がどうしても、はい、うん、のでちょっと今書く方を専念で、まあこの主演をやってくださるのがサクちゃんなんです。サクちゃん、はい、主演なんか、もうね、ちょっと可愛いですよ、サクちゃんが、ね、とにかく声もしっかり出るしね、ハキハキと。いや、ありがとうございます、うん、ラジオのパーソナリティに褒めてくださるとはめちゃめちゃ光栄ですね。いや、本当 CM とかやってほしいもん、サクちゃん。本当ですか？うん、ちょっとぜひお願いするよ、本当に誰よりもうまいよ。あ、本当ですか？うちの誰よりもうまい。え、嬉しい、マジで。マジですか？ケンジブリッジの数百倍うまい。うわ、うん、それはちょっと一番ですか？もしかして一番うまい。うわー、出た、うん、ラジオの前の方もこの、うん、もう声だけで可愛いというか本当に伝わるよね、予算は。ぜ
ぜひ実物を見に来てほしいです、うん、しい本当に声だけでこんなに魅了されちゃってるんです、ね、けどね内容もいいってことなんですけど、このベース、はい、内容どういう話なんですか。私の再出発というお話の、まあ、あのテーマになっているので、うん、一つね決断っていうのが大きいテーマでありまして、うん、これは社会に出てから気づいた、あの私のこう気づいたことを作品の中に入れていまして、で、あの社会の中から気づいた自分の居場所の作り方と、まあ、個性について考えるみたいな作品になっています。なるほどね、はい、うん、社会との、はい、これもうあの出演のメンバーってどういう人が出るんですか。あ、こちらは、うん、同じく高校生と作る演劇出身の子と含め、愛知県を中心にちょっと役者の活動をしている方、あとは、豊橋の劇団の劇団第5会議室という、うんうん、劇団からお三方という感じで、本当に豊橋中の役者の方を集めました。集めてるね、はい。さくちゃんはどうですか、これ今演じて練習もめちゃくちゃ練習してる期間だと思うんだけど、はい、無劇も練習中で、どういう感想をまず一言持ちました。どうですかね、なんかでも楽しいです。楽しいんだ。いや、とにかくジェシカちゃんがめちゃめちゃ褒めてくれるんですよ、うん、ジェシカ褒め殺しだよね。褒め上手、うん、褒めて伸ばされてますね、うん、今めちゃめちゃなんか怖いこと言ってるイメージつかないもんね、ジェシカに関しては。いやいや、締めるとこ締めてます。本当に、いや本当になんかちゃんと言ってくれるところは言ってくれるんですよ、うん、おここはこうしてこういう感じで、うん、あ、ちょっとネタバレになっちゃうんで詳しくは言えないですけど、うん、あんまり言えないけどね、うん、なんですけど、めちゃめちゃなんていうの、的確な指示をしてくださるので、うん、めちゃめちゃなんですかね、稽古も和やかな雰囲気で、うん、めちゃめちゃやりやすいですね、とにかく、うんうん、いいね、これちょっとあのこれ軽く読んでいいですか、これ。あ、はい、どうぞ。このちくわ工場で働く少女の小さな物語っていうところね、そこ言ってなかったですよね。これは副題ってこと。あ、そうですね、うん、まあ、どんな物語なんだろうっていうのでちょっと小さくこんな話ですよっていうのを、うん、フレーズかなんかで、はい、さくちゃんは主人公ということで、多分このちくわ工場で働く少女ってことかな。そうです、まさにそうなんです。気になるね、ちくわ工場、山佐がね、山佐のちくわが、うん、はい、豊橋ですからね、豊橋ならではの話かななんて思ったり、うん、はい、結構豊橋、豊川のちょっと地元愛が溢れている作品にもなっているので、うん、いいね、はい、ぜひ来てほしいですね。見てほしいね、この地元好きは特に見てくれたらより楽しめる内容になってるのかな、じゃあ。そうです ね、豊橋の、豊橋ネタがいっぱい入っているので楽しみだ、はい。ということでね、この、まあ、内容はね、まだ劇前なんで全部言えないんですけど、はい、ちくわ工場で働く少女の小さな物語です。うん、はい、はい、どんな物語が繰り広げられるかは、はい、見に行ってくださいってことで。そうです ね、ただこう、生きづらさを抱えている方とか、もし悩みがある方っていうのに、うん、結構一番見てほしいなって作品に、なるほどね、なっていますので、うん、はい、のでちょっとそういった経験とか、もしね、悩みがあったりとか、あとは周り悩んでる方がいるという方がいらっしゃったら、うん、ぜひ誘って見に来てください。はい、はい、元気をもらえるということでね、はい、うん、チケットはこれ現在もう発売中になってること、発売中でございます。もう前売りから買ってくれって感じ。はい、うん、プラットの窓口、うん、または、予約のフォームがありますので、うん、こちらのチラシから、QR コードで読み取って予約していただいたりってことも可能です。はい、まあ、はい、街の至る所にチラシが置いてある可能性がありますので、はい、そのチラシを手に持って QR 読み込んでもらうのがいいよと。はい、そうですね、うん、プラットに行けば必ずプラットに行けばあります。はい、はい、一般が2000円、はい、で高校生以下が500円と、はい、安い、安いんだよね、はい、安い、うん、はい、頑張ってます。皆さん見に行きましょう。チケットは当日は現金のみの取り扱いってことなので、はい、そうですね、全てちょっ と現金のみになりますので、現金のみなので、はい、はい、ちょっと申し訳ない、キャッシュレスの時代に逆行して申し訳ないんですけれども、しっかりと現金を用意しておいてるので、ね、はい、その2枚だけちょっと、はい、お願いいたします、うん、まあ、お釣りが出るとめんどくさいもので、まあ2000円用意してくれればね、そうです、嬉しいよね、はい、はい、はい、ぜひとも皆さん、あの12月22、23、劇団フィータル第2回本公演ベース、はい、ぜひともね、見に行ってほしいなと思います。よろしくお願いします。さあ、ということでね、ここで一回あの3時間目のコーナーに行きたいなと思いますが、こちら愛大愛大堂文学部の時間、今日は日本語日本文学科、日本語日本文学専攻の
藤井先生とお話をしております。ポストヒューマンというねものについて考えていますので、ポストヒューマンって何なのかちょっと聞いてみてほしいなと思います。ではこちら、会いたい会いたいと文学部の時間どうぞ。こちら会いたい会いたい会いたいと文学部の、こちら愛大愛大堂文学部の時間。このコーナーは愛知大学文学部の提供でお送りします。さあ始まりました、こちら愛大愛大堂文学部の時間。今日はケンジブリッジが愛知大学豊橋キャンパスに、とある先生に会いに来ました。今日会いに来た先生は日本語日本文学科日本語日本文学専攻の藤井先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず自己紹介お願いします。今繰り返しなんですけども、文学部の教員で、藤井隆と言います。はい、よろしくお願いします。ということで今日は藤井先生が書いた本ポストヒューマンの文学についてね一緒にトークできたらなと思うんですけど、はい、この本についてまず説明というかざっくりお話しいただけますか。この本、まあ、今年出たんですけど、ああ最新作、そう、まあ、最新作でこれが最後かもしれない最新作であり最後でもあり、ああ藤井先生の集大成ね。でも結構分厚いんですよ、はい、500ページぐらいあって、そうですね、ハリーポッターぐらいの大きさみたいな、そう、続編はないかもしれないで、まあ、この本はですね、あの羽生豊って、まあ、名前聞いたことある人少ないかなと思うんですけど、うん、司令っていう、まあ、ものすごい小説書いてまして、うん、まあ、未完のまま終わっちゃったんですけど、お気になるっすね、はい日本初の刑事上小説とか、まあ、物々しい、うん、あの歌い文句があるんですけど、まあ、ちょっとものすごい小説で、うん、まあ、それを書いた羽生豊ですとか、あとは戦後、あ、まあ、戦前からなんですけど、戦中戦後主に活躍した批評家の花田清輝という方、まあ、文学者とかですね。あとは、まあ、これはあのかなり皆さん文庫などでも読めるので、接したことある人多いかなと思うんですけど、安倍工房のっていうね、あの小説家も扱ってて、で4人あの文学者扱ってるんですけど、最後が一番年下なんですけど、渋沢達彦という、まあ、フランス文学者を扱ってますね、うん、まあ、渋沢と花田はまあ主に批評家でも、まあ渋沢も花田も両方小説も書いてますので、まあ、結構幅広いんですけど、うん、まあ、そういう4人を、それぞれ論じてるんじゃなくて、うん、4人をこう交錯させながら交差させながら、うん、論じてるんですよね、横断的に4人の文学家を、そうですね、もう交わせた、そうですね、物語、物語というか、まあ、考え考察を書いた本という、うん、うん、これテーマ、このタイトルがまずポストヒューマンの文学ってなってるんですけど、はいはい、このポストヒューマンっていうのは どういう意味なんですか。ねえ、まあ、ポストヒューマンって最近はどうですかね、うん、昔よりよく使われるように思うんですけど、攻殻機動隊のね、あの一番新しいシリーズにポストヒューマンっていうキャラクター出てきますね、うん、何人か。そうなんですか、うん、まあ、読んで字のごとくなんですけど、うん、まあ、ヒューマンが人間ですよね、人間で、ポストはその次っていうことで、うん、その後っていうことで、まあ、人間、今ある、まあ、我々も人間なんですけど、うん、人間の後に来るもの、到来するものっていうイメージですよね、うん、あ、人間の後に何が来るのかっていうのを、うん、まあ、帯に書いてありますざっと書いてありますからね。ただその文学者4人がそれぞれの文学の中で、うん、あの実験するわけですよね、うん、今の人間はもうある種行き止まりであって、うん、もうこの先にね、このままの人間で言っても未来なんかない。で文学の中で、文学は白紙にね文字を書き込む作業ですけど、文学の中でその今行き止まってる人間のその後っていうのを考えることできないかなっていうことをいろいろ実験するってことですね。うん、今回あのこの収録の前に藤井先生からとある YouTube をね見ると楽しいよということで僕見させていただいたんですけど、あの人形をねテーマに確か動画だったんですけど、人形に関しても藤井先生はもうすごくずっと研究してて、うん、人間の後に来るのは人形だと思ってるって感じです。確かにポストヒューマンのイメージっていろいろね、うん、
描くことできるんですけど、人形もその一つですね、うん、あのこれから例えばね、動く人形、まあ、例えば AI とか搭載して、うん、っていうイメージもあるんですけど、あの昔ながらの動かない人形、粘土でできてたり、うん、ビスクドールって言って、まあ、陶器のように焼いてたりしたものでも、そう、人型って書きますけどね、人形って感じで、うん、人の形をしたものですけど、やっぱりあれもまた人間と似て非なるものということで、ポストヒューマンのイメージに入ってくるんですよね、うん、僕なんかは。それこそあの動画の話になっちゃうんですけど、動画の最後の方に、まあ、人形って僕のイメージで触るもの触れるものってイメージだったんですけど、最後の方はもうバーチャルリアリティで 3D でどこからでも見れて、本当に人間のようにその場におるよみたいな、会話もできるよみたいな動画最後の方あったんですけど、なんか人形の概念もだいぶ変わったなと思って、まあ最新のそういうテクノロジーの方向で人形がどう変わっていくかっていうのは、まあ僕のメインのねテーマでは全くないんですけど、うん、まあ、人形文化の広がりとしてはそういう方向性もありますよね。ちなみに藤井先生的にはこの本を書いて、この人間のあたりには何が来るのかっていう大まかな結論っていうのが出たんですか？結論ね、まあこれが来るという形で、うん、これがポストヒューマンだっていう形でねイメージしちゃうと、うん、きっと違ってきちゃうんだろうとは思いますけどね、具体的に何か言うと。だけどまあ人形の今ねお話ありましたけど、人形のことを考える中で、人形ってねなんかまあ面白いんですよ。そのハンス・ベルメールっていう、まあドイツの人形作家いまして、でベルメールはあの球体関節人形って言うんですけど、球体でね、まあ、人間もまあ関節でつながってますけど、その球体を視点にして身体のねいろんな部分をシャッフルするんですよね、うん、でそれによってまあね我々がこれが大体人間だって考えてるようなイメージ、身体イメージっていうのを組み替えていくんですよね。まあ、そういう実験をしていまして、だからなんかパッと見てもね人形で人型なんだけど人に見えないっていうような、うん、まあ、かなり過激な人形をいろいろ作ってまして、うんうん、まあ、そういう実験ができる、まあ、それもまた一つのねあの人間ではないものということでポストヒューマンイメージに入ってくるのかなと思いますけどね。お、ちなみにこれ今日あの藤井先生が書いた本を片手にあの放送しておりますけど、これを扱って授業とかもしたりとか、いやどうかなただまあ、 あの今の変身の文学はやってて、うん、まあ、変身を描いた文学って、まあ、カフカの変身が有名ですけど、うん、日本にもねあの中島敦の三月期とか、あれなんか人間が他のものになっちゃう文学ってたくさんあるんですよ。あ、へえ、うん、で別にカフカの変身も三月期もこの本の中に論じてないですけど、うん、でもあれもポストヒューマンの文学ですね、うん、僕が見れば、僕が見ると、まあ、いろんな人の見方で全部こうポストヒューマンにつながってくるものが出てくるということなんですよね、うん、まあ、でも変身っていうのはね一つテーマであって、うん、みんなねなんか変身できるわけですよ、うんうん、藤井先生だったらどんな感じに変身したいですか？日々でも変身してますけどねっていうのはまあ嘘ですけどまあでもなんかね、うん、街にうん、溶け込むなんか時はなんか別に仮こっちのなんか教員やってる方が仮の姿だっていう、あ、なるほどのがありますよね。仮の姿の先生今僕合ってるところですね。そうですね、いつかこう本物の姿の先生と遭遇できることを楽しみにしたいですね。そうそう、まあ、こっちが偽物なんだっていうのはあるかもしれないですじゃあこれ変身っちゃ変身なんですね今は。まあ、日々だからみんな何かしらねしてるんだと思うんですけど、うんうん、今日はあの先生とこうポストヒューマンについてね、あのこの本についても話してきてるんですけど、はい、最後にこうまとめの一言を先生からもらえたらなと。まとめ、はい、まとめの一言かそうですね、まあ、この本に関してですかね、うん、はい、まあ、この本ね、さっき最初にお話ししました通り、あの4人の文学者をね扱ってまして、ただまあ
4人の文学者 どれか誰か1人に興味があって読んでいただくのもいいんですけど、まあ、そうじゃなくて、まあ、ポストヒューマンっていう概念自体にですね、何かこう今ある、まあ、本当に閉塞的ななんかね本当に人間の行き止まりのような現代を、まあ、ひしひしと感じる方は、なんかそれを なんだろうな突破するっていうとちょっと違うのかもしれないですけど、なんかでも今ある現実となんか違うあり方っていうものをなんか感じてみたい方は手に取っていただけたらありがたいかなと思いますね。はい、ありがとうございます、はい、ということで今日の時間はですね、愛知大学日本語日本文学科日本語日本文学専攻の藤井先生の本ポストヒューマンの文学について、フランクにトークさせていただきました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。こちら愛大愛大の文学部の時間。このコーナーへのお便りは em6@843fm.co.jp にお送りください。こちら愛大愛大の文学部の時間。このコーナーは愛知大学文学部の提供でお送りしました。4時間目。はい、4時間目です。よろしくお願いします。お願いします。趣味高校スクロピン6、改めましてケンジブリッチです。そして劇団フィータルのジェシカです。そしてサクちゃんです。です、よろしくお願いしま す。今日のメッセージテーマはあなたの流行語を紹介していきましょう。みなちゃん、まあ、流行語というか関西弁で今年はめちゃくちゃ話しました。いいね、エセ関西弁やね絶対。あ、エセ関西弁やん、せやな。調子どんな感じなん？いい感じやね。いい感じか。わて元気感？わて合ってる？わて気分？あれ？いやちょっと。わこらいそう。あれ？うん、やめよ。炎上する。うん、謝ろう。このご時世。すいません。関西弁の皆さん失礼しました。失礼しました。これからねもっと真剣に。真剣に、関西弁使っていきたいなと思います、はい、ほんまにごめんなあれはい、ということでね、こんな感じであなたの流行語、メッセージまだまだ受け付けておりますが、4時間目このコーナーいきます。高校ビッグニュース。はい、高校ビッグニュース。東三河の高校、全国の高校、小さな話題、大きな話題、全部ビッグなニュースだよということを伝えていく高校ビッグニュース、うん、今日の話題こちら、東三河の高校生ものづくりのアイディアを競う高校生ものづくりアイディアコンテストが、開催されまして、作品部門の、入賞者決定しました。 おめでとう、作品部門の最優秀賞は豊川工科高校機械科3年生の関原さんと、うん、橋爪さんの出会い橋、うん、あら、なんや、気になるね。気になるね。で、アイディア部門の最優秀賞は新城有教館高校総合学科3年生の城本さんのハグクマが選ばれました。ハグクマ、なんや気になるね。クマですか。クマ、へー。まずこちらの豊川工科高校機械科の出会い橋、何なのか見てみましょう。出会い橋は、橋立ての中で対になる橋を見つけやすくする工夫を凝らして作った。どういう仕組みなんだろうね。すごい助かる、ね、まさにアイディア、絶対2本あるから、うんうん、で、まあ、家族とかで絶対しまわれてる時にすぐに自分の橋を取りたいんだけど、うん、いや本当、ね、いやずっと探してる時ありますから ね、 ね、 ありますね。あれ、ねえねえってね、寝ぼけてる時なんかね特に、うん、ねってなるけど、うん、それが通院の橋が見つけやすくなる工夫をして作った橋立ても。え、すごい。どういう仕組み？橋立てなんですね。ね、立ってんよね。しかも出会い橋。ちなみにケンジブチの橋は韓国の橋なんで。韓国。一発でわかりますね。銀色の平らの。あ、焼肉屋さんとかにある。うん、そうそう。僕もあの日本の橋よりそっちの方が使ってる歴長くて、小6から使ってるから。めちゃめちゃ。この道何年ですか？もう韓国の道18年。わお、始まったね。日本の橋よりも歴が長くなりました、うん、おすすめです。あら、うん、で、まあ、出会い橋はこういう橋で、ハグクマは、うん、クマのぬいぐるみの中にスピーカーと電話が入っており、うん、ボタンを押すことで離れている家族と通話できるっていう。あ、
あ、じゃあまるでクマから喋っているみたいなっていう感じだね。なるほど、うん、電話をクマにしちゃったみたいなノリ。あ、かわいいと思う。確かにこんな形である必要ないよな、携帯って。確かに、四角形、長方形じゃなくて。あ、確かにピカチュウとかでもいいよな。そうですよね。え、ちょっとこれ売れちゃいますよ、ね、レンズ、その目がさ、その画面になってくれとれば見えるもんね、なんとなく。うん、確かに。え、それめちゃめちゃ欲しいですね。ね、これを発明したと。天からスティーブ・ジョブズがアップルに指令を出すぞ、これすごい、この力楽しみだな。楽しみですね、うん、アイデアがすごいなと思うけど、うん、まあ、こんな感じで毎年毎年恒例でね、ものづくりアイデアコンテストをやってますんでね、来年もどんな発明がされるか楽しみにしていきたいなと思います、はい、さあ、ということで1曲、こちらの曲です。作者が好きみたいで。いや、そうなの、 YouTube でおすすめされて、ある日突然、うん、それでそこから聞いたんですけど、あの、なんていうんですかね、衝撃が走りましたね。あ、こんなバンドがあっていいんだと、ね、いい曲ですよ。聴いてください、とりあえず。バンド名、超社会的サンダル、曲名、かわいいゆなちゃん。セシュミ高校スキューピー M6 超保社快適サンダル、かわいいゆなちゃんをお送りしてます。ケンジブチもこのバンド本当つい最近知って、うん、バンド名から入ったタイプなんだけどね、ケンジブチは、うん、超社会的サンダル、うん、まさにケンジブチだなと思って、うん、サンダルを社会的地位に押し上げてますからね、僕は年中サンダルで。いや、本当にサンダル履いてらっしゃる。うん、本当ですよ。僕はね、どんな会合もサンダルで行ってますから、ひろゆきですね。ひろゆきなの？ひろゆきサンダルなの？サンダルですよ。あ、そうなの？どんな重要な会議でもラフな格好で行っちゃうみたいな。マジで？俺ひろゆきマインドしてるってことなの？そうなっちゃいますね。だからすごい。なんだろうね、どんなやつでも、うん、自分のパフォーマンスが一番出る楽な格好が一番いいと思ってて。まさにじゃないですか。ひろゆきもそういうこと？そういうことです。めっちゃ嫌なやつやな。大丈夫？そんなことない、そんなことない。ひろゆきはすごい細かいとこついてくる嫌なやつみたいな思われてるじゃん。いやいやいや、大丈夫？いや、うん、頭が切れるね。うん、ひろゆきマインドや、ケンジブリッジ。すごい、知らないのに、うん、そうだったってすごいですね。だからケンジブリッジ、ひろゆきが旅してる動画好きなんだ。あ、そうなんですか。うん、あの東出さんと、そうそうそう、あれめちゃくちゃいいよね。東出くんとさ、東出くんとひろゆきさん、ねえ、ひろゆき、はい、ぜひ見てほしい。アベマ TV でやってます、ね、うん、あ、はい、そうですね。東出くんのファンにもなっちゃって、僕、いやー、もう人間味が溢れちゃって、うん、っちゃあれだけど、本当にあのいうね、まあ出来事があってよかったなって思うぐらい。むしろ、なるほどね、むしろ自分をさらけ出すようになったなってことで、あー、確かに役者としても一歩さらに上がったんじゃないかなっていう。あ、福田村事件でしたっけ、映画とか、しわだいの出てるし、はい、注目ですよ。注目ですね、うん、全然話変わっちゃったけど超社会的サンダル、かわいいゆなちゃん、お送りしました。はい、しわだいで見てみてください。5時間目。はい、5時間目です。お願いします。お願いします。いや、けどひろゆきってそうなんやね、本当にそれ引っ張られちゃうな。だけど本当そうなのよ、無駄な服装ってしなくていいのよね。うん、そうですね。だから、あの、まあ、仕事してて、まあ、ネクタイしてて、うん、ワイシャツ着てて、きついな、疲れるなと思ったら脱いちゃえばいいんだよっつって。そうですね、脱いだ方がパフォーマンス上がるから、うんうん、無駄なストレス、省けるストレスだったら省いちゃっていいから、うん、これはもう学生のみんなにも言いたい。テスト受ける大好き、そうですね、姿勢とか、はい、もう上靴が嫌いだったら脱いじゃいなっつって。あれ、ちょっと、うん、ちょっとあまり参考にしない方が面接落ちちゃいますよ、皆さん。あ、そっかそっか、そこも変えていきたい、面接の。そうですよね、うん、そう、確かに僕は多くの社会人に言われるもん、お、うん、羨ましいですって言われるもんね、夏場とか特に。じゃあ脱ぎなよっつって、脱げないんですよっていうから。確かに、うん、
どう、こういうテーマで次の劇どう やらない？あ、すごいいいテーマだなって思います。本当に、はい、社会性も絡んではいはい、今だってそういう風潮があるのと、うん、それに反対しているのがあるのとちょうど半々というか、そうそうそう、一番あのやっぱりいい舞台って見終わった後にこう話し合いが生まれる舞台っていうのが結構いい舞台だなって、私一つ舞台の、うん、あのポイントとしてあるなと思ってるので、うん、ぜひそういうテーマ取り扱うとその後の議論とかが生まれて、うん、その舞台だけで完結しない作品っていうのができそうだなと思って。確かに、うん、ていうか結局話題になってる映画とかって、うん、見た後にみんなが話し合ってる議題として上がってるって映画多いね。確かに、そうなんですよ、問題提起があって、うん、ね、今年だったかな、はい、去年だったかな、あの化け物っていう映画、 あれに関しては特にそういう例だよね。本当なるほど、見終わった後に結構そういうのがやっぱり盛り上がりますもんね、ね、ブレンドとかに入って、うん、それぞれのってことは、ジェシカが考えたオリジナルのベースも、いや、これもかなり議論が生まれるんじゃないかなというか、これは私の主張を結構出しているので、うん、それに対しても賛成も反対もいろんな意見欲しいですね。なるほどね、はい、もう全てこれはジェシカのマインドなんだね、ベース。そうですね、そう言われるとちょっと恥ずかしいのであのそういう感じで見てもらわないでほしいんですけれどもはい、一つのね、ちくわコーチで働く小さな女の子の小さな変化っていうところを見ていただいた時に何を感じるかっていうのは、一緒に見ていただいた方とか、まあ、他の日に見ていただいた方とかとお話ししていただけたらすごく幸せです ね、うん、ね、いいね、はい、生きづらさがテーマになってるんですよね。そうですね、生きづらさだから感じたことある。さくちゃん20歳ですけど、ね、演じるにおいてどうでした、難しかった？いやでも、うん、でもなんか共感するところが多くて、うん、台本いただいた時に読んだ時、初めて読んだ時に泣いちゃって。泣いちゃったんや。いやそれぐらい、うん、すみません声が全然いいよ。でもそれぐらいインパクトのある、なんて言うんですかね、見てる人の心に何か共鳴するものがある作品になってると思います、うん、おー、うん、嬉しい。さくちゃん自身もなんかあの感じてたりする、その生きづらさっていうのは。いやこれがまたなんかバイトをしてるんですけど、うん、そのなんかこのままでいいんだろうかとか。あ、考えるよね。ちょっと現状中もめっちゃ考えるもん。あ、本当ですか。うん、このままでいいのかなっつって、このスタジオでいいのか、このスタジオでいいのかとかも思うし、うん、僕31なんだけど、いつまでこんなノリでいいのかなみたいな。そうなんですか。うん、思うよ。やっぱ人間年取ってくると年相応のね、あの落ち着きってやっぱあるから、うん、このままでいいのかなとも思ったりするけどね。あ、そうですか、うん、絶対ありますよね、人って。そういうの揺れながら、そうそうそう、でもみんなには出さないようにというか、うん、そう、そういうテーマね。やっぱりね、はい、誰しもがそういう風に思ってるからこそ見ると絶対に楽しいというか、考えることができる。そうですね、楽しいですね、ベース、はいはい、ですけど、まあ、結構明るく、うん、テンポよく進んでいくので、うん、割とポップに見れるような作品かなとは思っていますので、うんうん、はい、結構誰とでも、家族でもカップルでも、うん、お友達でも楽しめる作品になってると思います。僕ぼっちで行くんですけど、ぼっちでも大丈夫ですか？あ、全然大丈夫ぜひ引きでください、はいはい、まあ、あの誘える人だったら誘おうかなと思うけどよろしくお願いします、うん、まあ、平日なんでね、僕が行くときは、うん、平日のお昼なんで、うん、あ、会えちゃいますね、皆さん、うん、皆さん会えちゃいますよ、平日さんに。僕と会いたい人はね、22日の金曜日の1時フラッと来てください。来てください、来てください。ちなみに全公演あの何時スタートですか？あ、こちらが、うん、22日金曜日が13時スタートと18時スタート。で、23日の土曜日が13時スタートと17時スタートの4公演やります。なっております。はい、1時間20分ぐらい あのお話になっておりますので、その後ご飯行ったりとか十分できる、うん、お時間になってます。いいね、いいね。はい、なんかアフタートークみたいになったりする？今特に考えてはないんですけれども、うん、もし希望があったらやっちゃおうかな。なんかまあせめてこう全公演終わった5時の回の後とかはあったら楽しいかなと思う、個人的には思っちゃうかなって。あ、そうですね、うん、全公演とは言わず、ね、だから23日の5時に行く人はさらにお得というか。そうです ね、はい、このまでの道のりを知ることができるからね。そうですね、うん、うん、はい、まあ、決まったかわけではないけど、はい、いや、じゃあ皆さん来てください、はい、来てください。はい、改めてと言いますが、12月の22、23、この国豊橋芸術劇場プラット、
アートスペースで、22日は午後の1時、そして午後の6時、23日は午後の1時と午後の5時に全4公演開催ということで、一般2000円、高校生以下500円となっております、はい、ちくわ工場で働く少女の小さな物語です、はい、はい、さくちゃんが主役っていう、ね、いや、頑張っちゃいます、頑張っていきましょうね、頑張っちゃいます、うん、はい、体調不良にだけならないようにだよね、インフルエンザが流行ってるみたいですね、流行ってる、ね、うん、これまた不思議なことにね、インフルが流行ってんだよね、そうです ね、あのコロナの時はインフルがほぼいないよっていう、消毒しとけばインフルならないぞみたいな感じで、うん、みんな言ってたんだけど、今はむしろインフル全然流行ってるっていう、どうしちゃったんですかね、これがね、あ、こうラジオで言ったら消されそうだな、ケンジ道が、あれ、やめときますか、やめとこうかな、いや、一応メディアの印象操作、やばい、頭抱えてますよ、ちょっと大丈夫ですか、ヤシノミフェムはそうか知らないけど、ケンジブリッジはディアルしか言わないので、印象操作いい、ね、一切しません、あ、めちゃくちゃいいじゃないですか、まずいもんな、まずいって言っちゃいます、あ、言いましょう、昨日言っちゃった、失礼しました、そうなんですか、いやでも大事ですよ、今の時代は、まあ、みんな本当メディアは信じないでね、嘘だから、そうですね、うん、うん、嘘しかないんで、はい、ケンジブリッジは本当ですけどですね、うん、でもまあ、1ヶ月後はね、このベースありますんで、またこの番組でも告知していきたいなと思いますけど、ありがとうございます、はい、また好き勝手はぜひともゲストよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします、お願いします、はい、ということでこれからも劇団フィータル健常値を応援していきますんでね、ありがとうございます、何かあったら連絡ください、お願いします、はい、すぐ連絡します、僕も連絡します、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ということで午後6時からお送りしてきました吉住高校スクールオブ PM6、 この番組は平松食品の提供でお送りしました、ここまでのお相手は健常値と、劇団フィータルジェシカとさくちゃんでした、でした、また来週お会いしましょう、バイバーイ、バイバーイ、劇団フィータルとは12月22、23日プラットで会えるので、あげといてください、お願いします、お願いします。